はですね、家族で浅草寺に来ちゃいました。浅草すごいですね。めっちゃにぎわってます。すごい久しぶりに来たんですけど、なんか美味しそうな食べ物屋さんが増えてきてちょっとびっくりです。夏だからか結構浴衣着てる女の子が多いんですよね。だいぶ前と違う雰囲気ですね。いい感じ。この通りで お土産とかも買えちゃうので、多分外国人の方も多いですし、私もよく台湾にお土産持っていくときはこういう通りをブラブラしてお土産を買っていきます。という感じ。子供たちにとってお賽銭をまだ投げたことないって言うんですよ。せっかく日本に来たのでちょっとお賽銭も投げて帰ろうかなと思います。本物のおみくじは引いたことないんですよ。おもちゃのおみくじとかはよくやってるんですけれども、お寺で本物のおみくじをちょっと引いて体験してもらいたいなと思います。果たして吉が出るのか凶が出るのかちょっと楽しみですね。願い事何したんだろう。お金持ちになれるように健康でありますようにという感じでお願いしました。おみくじ引く？おみくじ、はい、じゃあおみくじ引こうか。お兄ちゃんが引きます。出てくる。何番？44番。すごいじゃん。よかったね。買います。え、出ないよ。あ、出てきた出てきた出てきた。99番。はい、99。お、大吉大吉。すごいね、大吉。あ、すごい吉だね。娘も吉です。今日は嫌だな。子供たちみんな吉とか大吉なので、ちょっと今日は嫌だな。あ、待って、出てきた。5番。すごい、ドキドキする。じゃん。
今日大学ちょっとマジでショック、今日一の今日です、ね、恨みせて願望叶いにくいです、病気治りにくいです、待ち人現れないです、進んで帰ります、私にとっては、さよなら、バイバイ、今日濃厚だね、これすごい濃厚で美味しい、チャンネル登録よろしくね、グッドボタン押してください。